Six, five, four, three, two, one. ラーメンカレーミュージックレコード、アゴー簡単カンタビレー。はい、こんにちは。簡単自慢ビレ、斉藤和義さんをお迎えしての回でございます。お願いします。お願いします。ちょっとディスタンスな感じで、うん、ね、なんか なぜかドラムを挟んで分かれておりますこれステレオになってるんですかね、音わかんないですけど、ていうか昼の酒は来ますね飲みましたね、ちょっとね、なんかもういい感じですけど、おへーっとなってしまいます、ね、はい。ギターを紹介していきたいと思いますけども、ギブソンのギターをね、2人とも、まあ、使っていて、うんうん、で2人ともその自分のシグネチャーモデルを出していると、はい、いうこともあって、それをちょっとね最初比べてみたいと思いますけど、うんうん、まずこの2人が持っているこれ、はい、なんだこれ ES330 まあ、この空洞がのやつでね、まあ、僕のあれでも説明しましたけど P90 っていうピックアップ、シングルのピックアップがついている、うん、そしてこの和義モデル、奥田モデル共通しているのはこのビグスビーアームもついている。ついている。ほぼこれ同じですよね、その色が違うだけで。そうだね、多分細かく言うとネックの形状とか、ネックの太さとかが、それどこを目指したんですか、そのネック。これのは確かこっちにあるその53年のレスポールの割とがっつりしたやつをベースにしたかな。でもじゃあ結構丸太のタイプの、丸太なんだけど、まあちょっと丸というよりはちょっとだけあのかまぼこっぽいんだけど、ああはあはあはあ、あとそのこの P90 もあのそのコイルの中に入ってるコイルの巻き数を結構減らしてもらって、減らしてるやつね、はいはいはい、なんか通常の市販されてるやつよりも300回転ぐらい、300回転減らしたと、はい、俺のがいまいち分からないけど、俺のもまあどっちかというと弱い方でしょ、これ。こっちはあのスペシャルとかはごつい方で、うんうんうん、だからまあ似たようなムードではあると思うんですよね。そうだね、うんうん、このオリジナルのこの330の例えば65、6年とかのやつはもっと細いでしょ、ネックも細い細いね。だからその前の感じが良かったんで、あ、そうね、そうそう、それをこうまあやってほしかったと、うんうん、いうことですよね。あとだからこのポジションマークも四角になったりするからね、60年代から。そうそうそう、これその62年ってやつの持ってて、それはその四角いやつで、うんうんうん、でもそれがめちゃめちゃ好きで、それを作ってほしいですけどって言ったら、うん、ちょうどなんかその330をもう一回やってみようってギブソンもなってたところらしくね。そうそう、ね、大体同じぐらいでしょ、だってこれ。そうだよね、うん、で多分そっちの方が先で、うん、その理由は俺は白にしてって言ったら、白いギターを作るためにはなんつうの、ギブソンの工場が一回他の色を一回止めないといけないんだと、うんうん、なんか知らないけど、白をやるには他の色を一回休んでやらないといけないからって言って後回しになったんですよ、うんうん、だからそっちが先なんじゃないの、まあ、言ったのは同じぐらいだと思うんですよね。そうだよね、いや、うん、俺もそのレスポールを最初作る話があって、うんうん、で当時はあのレスポールがナッシュビルの工場で、こういう箱物のは、メンフィスで、はいはいはい、それでね、なんかその工場のあれもあったのかな、なんかとにかくその330がちょうどその復刻しようとしてたタイミングでもあったんで、うんうん、こっちが先に上がってきちゃったんですよね。来ちゃったってことはないけど、それで、うんうんうん、俺はだからまあその最初にそうやって330推しな感じがギブソンが出てきて、最初チェリーレッドのやつをね、うんうんうん、貸し出しようみたいなやつ、うんうん、であすごいいいじゃないですかっつって
もうすでにそれ白に塗っていいですかっつって塗ったからもう俺モデルは白で行こうみたいなことになったんですよね。なるほどなるほど、うん、元でもそのだからあの辺からそのいわゆるこうギブソンのヒストリックだのカスタムショップだのみたいなのが、うんうん、がぜんその音が良くなったじゃないですか、うん、普通のレスポールにしても。そうですね、ちょうどいいタイミングっていうか、うんうん、はい、よかったですよね、はい、まあ、まさかでも全く同じような感じで白と黒ってなるとは思わなかったんで。そうだね、うん、まあでもちょっと弾いてみてもらっていいですか。弾いてみますか、はい、何かですかね。今センター？今センターかな。これね、俺アンプがちょっと今日しょぼくて。今マーシャルでした？うん、フェンダー？今あっちょ待って。こっちのなんだっけ？ビクトリアってやつか。ビクトリア。ちょっと待って、フェンダーにしようかしら。音量差がすごいね。これ今俺マーシャル、ここマーシャルね、今日。PA23 台偉そうにこのただ絵的に絵的だけのためにここに積んで、このスピーカーも珍しいでしょこれ。うんうん、これはだから PA20 って本当に PA でも使うみたいなことで作られてるから、うん、この PA20 のスピーカーって最初はこれなんですよ、こう分かれて、あーボーカル用でもいけるよっていうなんか感じで、うんうんうん、でそれすごいしょぼくで、これスピーカーがちっちゃ1個がちっちゃいんですけど、お、でもその見た目重視で、うん、今日こう持ってきてみたらやはりしょぼい。あのちっちゃいアンプの音がしてみたいな、うん、はい、ちょっと待って、フェンダーに変えよう。これかな、今こっちのこれデラックスでしたっけね、こっちの方が音でかいっていうマーシャル、うでも似てるよ、似てる当たり前だけど、まあ同じだから、ね、何なら同じだから、これ年式もほぼ一緒だから。そう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 、いやでもこれ嬉しいよね。いや嬉しいよね、自分のモデルって。そうそう、うん、俺ここのね、うん、中のこうラベルにね、うんうん、その時作ってくれたで、これメンフィスに取りに行って、うん、でその時にあの明日その、まあ、取材も兼ねて行ってたから、なんかこうなんか徹夜で仕上げましたみたいな感じで、こうでそこにそのこれ関わってくれた人たちの全員のサインをね、おこのラベルにしてもらって。あマジですごいね、うん、真っ黒の330っていうのもありそうでないよね。ありそうでないんだけど、当時そのなんかレアモデルなんだかオーダーなんだか
では存在はしてたの見たくて、でそこスキース・リチャーズなんかはなんかあのビデオで持ってんだよね。あマジで335じゃなくて330で、へでビグスビーは確かついてなかったと思うんだけど。なるほど。そうそう持ってんの見たことある。はい、まあそういうことで330、はい、白と黒、うん、素晴らしいこのコンビネーションいかがでしょうか皆さんね。はい、もうこれも売ってないけどそのまま売ってないでしょ。まあね、あの限定で出てたそうだよね、でしょ、うん、はい、どっかで見かけたら中古で出てるかもしれないよ。うんこれはでもすごいよくできてるよね。よくできてる、うん、なんなら330とかはおあのヴィンテージよりいいよ絶対こっちの方が。ああ、それはやっぱりこのなんつうのかな、ちょっとやられてる個体が多いでしょやっぱり。そうだね、330の古いのってやっぱり軽いしここがしっかりしてないから、うん、曲がってたりとかしちゃってるのも多いし、ネックも割と細いのも多いから。そうだね、うん、あとやっぱりそれですごいいいやつって言ったらめちゃめちゃ高いし。そうね、ですよ、だからおすすめですよこの新しいやつの。うん、うん、はい、330でございました。はい、次も行きましょうかじゃあ。はい、それでは次にアコギ J45。 はいはいはい、もうでもそれさ和義モデルの前から黒いこれを使って続けてたんですもんね。そうなのよね、そう、それでそう、それで作りませんかって話になって、うん、作ってもらうようになって、うんうん、あれでも黒いのタミハも持ってたよね。持ってた。それをもら、それを結局もらったって人と会ったことあるよね。そうだっけ、誰にあげたんだっけな。なんかまあイベントで、うん、なんか出会った頃になんかそんな話になったら、それ今俺が持ってますって言ってた。そう、俺はその黒珍しいなと思って購入したんですけど、俺のはやっぱりナローネック細かったし、あれ60年代か70年代だかな。60年代だと思うよ、あれ多分68年とか9年。黒が出てるのはその辺なのか。そうそうそう。でもまあもっと昔じゃないからネックも細くて、まあなんか和義も持ってるしみたいなことでそれを手放したんですけど。なるほど、はい、で俺はだから昔のあの今持ってる45年の45、うんうん、このサンバーストのやつ、そうそうそう、この昔ロゴのねバナーロゴで、このここがこう細いやつ、うんうん、みたいなののでネックが極太でみたいなのをまあ作ろうかっつって、まあこれ売りに出てないこれ1本だけなんだけどプロトタイプのままだけど、うんうんうん、それでも色をな、まあまあ、カープファンなのだからか忘れたけど赤にしたいなと、うんうんうん、それでこのピックガードの形はそっちのようにこうでかい方ね。なるほどね。だからまあ年代的にはありえないルックスしてるんですよねこれ。いろいろ混ざってるわけね。っていうのをね、まあ、もうだからそのここはもう和義の後出しで黒はもう無理だというかもうやめようと、うんうん、そっちにのイメージが強すぎるから、うん、白いのもあった、ね、白いのあんのよ、ね、それユニコーンでしか使われない ねやつなんですけど、あれはまあ単に塗ってもらっただけで、あるか、これはあのライブ用に、うんうんうん、こういうサンライズだっけな、これピックアップもつきてチューニングが多分すごいアバンギャルドな、ね、ユニコーンで出てこれもだからまあ一緒なんです赤と仕様が。それも同じタイミングで作ったのってこれどうしそのこれの後かな、うん、これはでもすごい謎な音がしていて、まあこういうのもまあこの方がまたさっきの330と続いていいかもしれないですね。これもあります。これでもなんかこの2本で M ステかなんかで一緒にやったよね。あ、やったね、この色違いで。確かに確かに、うん、はい、何かとこう言ってかぶってギターを作ってもらってる2人ではございますけども、うん、はい、
これはね、あのちなみに最近一回10年ぐらい前に最初のができて、あのすごいゴキブトネックにやっぱしてもらって、うんうんうん、でこのピックガードのオリジナルはネジで止まってるんで、そのネジにしてもらったり、はいはい、ただネジだとこう昔のは本当にネジで止めてんだけど、やっぱそこから亀裂が入ったりとかって問題もあったらしく、で今その復刻してもらったのはそのネジ穴だけを接着してて、実際は下まではネジでは止まってない。なるほど、そんな技が。そう、あとはなんかその60年代のやつなんで、このブリッジがこうなんだっけ、アジャスタブルなんか、ああああ、こうネジで上げれるやつ、ね、はいはい、調整できるやつ。そう、はいはいはい、これのオリジナルの方もネジ取っちゃってベタ付けにしちゃってんだけど、そう、これは一応まだついていて、でなんかこの新しくあの第2弾でマイナーチェンジして出たやつがこれで、それはね、あの何、この上のキーがあの1回サーマリーなんとかってやつで、エイジド、はい、焼くやつ、そうそう、釜で1回焼いてるっていう、なんかあるんですよ、ギブソン、あの1回木を焼く、焼いて昔のような音を出すという技を何年か前から始めてて、それですか。そうそう、なんかどっかの向こうの大学と共同開発して、うん、その釜に入れて焼くっていうか、まあ、じっくり水分を飛ばしていくらしく、はいはい、でちょっとこう昔ずっと時間が経ったギターみたいになって、そうそうそう、なんかそういう顕微鏡で見ると60年経った木とはなんか細胞が同じ感じになるんだって。すごい。でそれをまあトップだけ使っているやつで。なるほど。それトータスもなんか使ってない？あ、そうかもね、言ってたよね、なんか言ってた。あとさ、160E もあるの？ 160E もある。それも和義モデルなの？そうなの。それいや、それ自分でそのライブでバンドに負けないのに自分で勝手にそのピックアップをあのつけてそういう仕様のを作ってたら160だったらちょうどいいんじゃないですかって話になって。なるほど。それであのそれが一番珍しいね。そうだね。 160E で黒ってあるの？ないかもね。まあでもそれもやっぱり、あ、なんかね、やっぱレアカラーでもオーダーしたんだかで数本はあったみたいけど。うーん、え、それも売りに出たんですか？これ売りに出たんですよ。これはちょっとレアですね。これもだからトップがその焼いてる木で、でタミヤのなんか CF100？ そうそうそう、言っちゃった。そうか、そのピックアップ付きって言って、まあ、俺はだからこれを作ったわけですよね、うんうん、あ、そう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 、このピックアップ付きのね、うんうんうん、でこれ 100E160E で、そうそうそう、あの歴史的にはこっちが先に出て、うん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 、こっちのこのピックアップを使った時のハウリを抑えようとして出たのがこっちなんですよね、うんうん、感じ的には。そうで、だから当時のってその上が合板で厚い木じゃない。でこれはそれをやめて、やめた、うん、普通のアコギとしても使えるように。じゃあこっちに逆に寄ってるんだね。そうそうそう、うんうんうん、で昔のはこう中のこうブレーシングっていう、こう X ブレーシングをやめて、あの、いや、ラダーをやめて、あ、 X にして、 X にして、うんうん、補強だから、割と本当にアコギと同じ作りになる。ただこれ今弦がそのまあ半分エレキ用みたいな弦なんでカシャカシャしてますけど、普通にアコギの弦張ると全然アコギの音がするっていう。でなんかそれであのこうライブで使うことをメインに考えたんで、普通にあのピッカ、あのピエゾのピックアップもついて、ピエゾもついて、でこれもついて、そのジャックが2つあって。あ、なるほど。使う時何、2本出てんの線が？そう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 。で1個は PA、 1個はアンプ。そうなのか。そうそうそう。でそれがちょっとまあ大仰な感じになっちゃうんだけど、俺もでもこれは結局
アコギとしてライブで使うバージョンはここ2本あるんですけど、うんうん、ここはもうカッツされてて、ああそうなんだ、なんかあのピエゾというかあのマグネットをつけてるバージョンと、うんうん、これが動いてるバージョンと両方あるんですよね。へえ、まあ、要するにエレアコって言われるやつの元祖だよね。そうだね、それでそのピックガードもこれ同じだもんね、うん、その形が。ああそうかも、なかなか並べると面白いですね、うんうんうん、同じようなことを考えてるってことですよね。あのモデルは違えどそうだねでもそれ可愛い色だね。なんかまたこれはねちょっとオレンジ風にちょっとグレッチにありそうな、そうそうそう、だからギブソンにあんまない色なんですよ。そうだね、うん、でもしかもそれなんか時間経ってちょっとまたいい感じになってきたね。これだからあのあんまりテカテカしてない塗装にしてもらう、薄い塗装にしてもらって、あのあクリアが少ない、うんうん、ちょっとザラザラしてるんで、そこがまたこのすげえ新品っぽくないというかかもしれないですけどね。あそう、これもなんか結構ね塗装は自分のモデルは毎度普通なんか7層ぐらい塗るんだって、うんうんうん、うん、あのそれをね3層ぐらいにしてもらって、そうそうそう薄い。いやいやいや、うん、これもちょっと尽きないですね話が。だいたい被ってんですよやることがやってきたことが、うん、ギブソンの人ももうちょっとなんか言ってくれてもいいのにね。これは和義さんと被ってるから違うのしませんかとか、何にも言わないで素直にやってくれてるからこうなってるんだろうねきっと。そうだね、うん、松本さんとは被んないけどね。松本さんはなんかもう独自のやつですもんね、うん、被んないですけど。そうね、はい、これまだまだあの続くんで、また今回これぐらいで何回分になるんでしょうか毎日1ヶ月ぐらいいけるんじゃないこれということで、またまだまだあるんで、はい、次回も行きたいと思います。お願いします。ありがとうございます。斉藤和義さんでした。でした。ではまた次回これは終わらん